皆さんこんにちは。さあ今日もですね、お相撲ポケットを使って魔車祭やっていきましょうか。今回からちょっとね、テスト的に、タイトルをね変えながらやっていたりもします。で、前回のね、PGY テックの、お相撲ポケット用だけじゃなくて、あれかアクションカム用のね、ユニバーサルマウント、あのね、紹介の動画にコメントで、お相撲ポケットは、なるべく水平にした方が、いいんじゃないかっていうふうにね、コメントいただきまして、今回ね、今ちょっと写真貼ってますけど、こんな感じでね、固定してやっております。で、ワイコンもつけて、いつも通りね、FPV モードか、それでやっておりますね。なんでね、振動の方とかはね、だいぶ変わりましたでしょうか。まあ、今はね、だいぶ、路面状況とかはいいんで、そこまでひどくないですが、ほら今みたいなガゴンっていうね振動、しっかりね抑え込めてるでしょうか。さあさあ、まあ今日は特にこれを話すっていう、まあそのタイトル的なものはそこまでね考えてなくて、またいつも通りね、ちょっとこう街を走りながら、なんかね話していけたらなと思います。でこの車が行ったらいいかな。よし、はい。さあここは稚内は栄町だったかな相変わらず地名がね、全然覚えてられないっていうかね、今ひどいんですけども、まあちょっとね、Google マップかなんかのねコピーでもね近くに画面のどっかに貼っといて、まあそう、それっぽく表示してますけども、割とここはあれですね、稚内の郊外っていうんですかね、町の、真ん中よりかはだいぶ外れた場所になるんですがね、この辺は結構商業施設とかも集中していまして、あれですね、結構地方都市あるあるの、大きい道路の、ね、左右に大型店がどんどん建ってって、でそこに人がたくさん、購買層のある人たちがどんどん集まってきて、よく、ね、街の中心がっていう話は結構聞く、ドーナツ化現象っていうのがあるんですけど、割とね、その輪っか内でそれっぽい場所っていうと、ここになるのかなって思います。で今左曲がってね、ホーマックとかスーパーとかの方にね行きましょうか。ここがね、僕が来た時はこういう道じゃなかったんですよ。今みたくこの左右のね分かれる、場所があって、一時停止のねマークとかも1個しかなくて、結構ね右にね車が折れる時はこの左に曲がりたい車はみんな待ってなきゃなんなくて、結構難儀した場所なんですが、つい1年2年くらいでねこの辺もだいぶ整備されて走りやすくなったかなと思います。よっと左に曲がってと、はい、今正面にね、見えてるのがそうですね、ホーマックがあって、ツルハがあって、シティがあってっていう、この辺でもう稚内市の買い物はほとんど済んでしまいます。だからねここでね基本的に全部買い物しちゃうと、街の中心っていうか駅の近くとか行かないんですよ基本的に。そう、便利なんですけどね、こうホーマックすごいでかいねお店ですし、でドラッグストアもあって、メガネ屋もあって、でスーパーもあって、でこの近くとかにもね病院とかそういったのも、集中してるんで、ほんとねもうこの辺だけでほとんど終わっちゃうんですよね。だからもうね、そこまでこう車で、あ、じゃあちょっと街の中心行こうかって日も起きないし、場所とか覚えられないでね。で基本的に道はカーナビ頼みっていう、本当にもう4年も暮らして全然こいつ道知らねえんだなってね、よく言われますよ。はい。でちょっとねこっからじゃ見えないかもしれないですけどね、向こうの方に、あ、今ね大体前の車、右に曲がったねところにある生鮮市場っていうねスーパーもあって、結構地元の人はそこに買いに来ますね。1個後ろにあったシティっていうのは割と転勤族の人とかがよくね、はい、買い物に行きます。札幌に確か本店があったのかな。さあじゃあこのまままっすぐ行くのもあれなんでね、少し右に折れて街のねその外のギリギリまで行ってみましょうか。さあさあさあ、それをなんか話しながら最近ちょっと思ったことなんですけども、昨今は何かとこうコロナ禍でいろいろね、その生活様式とかが変わってることがあると思うんですが、結構ねそのおかげもあってこう地方移住したいとか田舎に移住したいっていうね方が増えてるそうですね。っていうなんか一時期ありましたよね、その地方移住ブーム的なのって。でもなんかそれが最近はさらに加速してるなんていうね話を聞いてね、
でもしかしてこれはこう稚内に、ね、人がたくさん来るチャンスなんじゃないかなんてね勝手に思ってますけども、どうなんでしょうね。で今ね左に見えてるのがそうゲオですね、はい、稚内唯一娯楽の殿堂ですね。でその横にはねプロノがあったりとか、ここもね割と大きいお店があったりして、あの僕もたまにね来ますね。で正面の方にはですねこちらケーズ電機がありまして、まあほとんど僕は使うことはないんですけども、まあ、一応なんかねそれなりに家電とかも、揃ってるそうです。僕がねここのケーズ電機に行ったのって何回だ、多分4年暮らして2回か3回しか行ってないんですよね。で なんだっけ何を買ったんだっけな、カメラか何かのあのキャップっていうんですか、 レンズのね保護するためのキャップをねなんか1回買ったかなんかでね、それ以降ほとんど来ることないんですよね。あ、それ以外にもありました、ありました。パソコンのね、ハードディスクとパソコンをつなげるための SATA ケーブルってやつがあるんですけど、それをね、探しに行ったら置いてないって言われて、じゃあどこならあるんでしょうかねって話をしたら、まあ、札幌行かなきゃ多分ないよって言われて、まあ、素直に家帰ってね、通販で買ったのをね、覚えています。なんで普通の家電とかなら多分ここで全然こと足りるんですけど、ちょっと専門的なものになったりするともう厳しいかなっていうね、うん、そういうお店ですね。まあ、全然この街で暮らしていく分には多分そのね苦労しなくてもそんなものは手に入ると思うんで、まあいいんじゃないですかね。で、ここがね左島村とねアベイルですね。でここがね実質この町の最後のお店と言っていいですね。でこっから先はもう本当にね何もないです。もう数十キロどころか多分100キロくらいはお店っちゅうお店ないんじゃないかな。ねここをずっとまっすぐ行くとね豊臣バイパスっていうね、まあ、高速道路みたいなところに入って、でこっからはもう皆さんあれですよ、車の流れっていうんですかね、スピードもまあかなり上がってくるんでね、ちょっとなかなかスリリングな道路ではあるんですけども、今回ちょっとはこの辺は行くことはないので、まあ、適当なところで引き返しますか。さあぐるっとね展開しまして、さっきとは逆方向の方に進んでいきます。まあ、この辺はね車 あのスピードがみんなすごい乗ってるんですけど、車通り自体ですか、台数自体はそんな多くないんでね、意外に展開も結構楽だったりしますね。はい、そんなわけでねまた街の方に入ってくるんですけど、今日はね天気が良くて、まあ、この辺すごくね眺めはいいですよね。でちょうどね僕が走ってたところっていうんですか、そのホーマックとかいった裏はね全部畑でね、本当もう住宅地のすぐ隣がもう大きい農場とかがあったりして、なかなかねここも面白い場所だと思います。まあ、ちょっとね風の向きによっては有機的な香りっていうんですかねうん、これ慣れない人はすごく慣れないって言ってましたけど、僕も4年も暮らして、まあ、慣れたんですけど、たまになんかねちょっとこう生き物の特有の香りっていうのがね、はい、漂ってきますね。まあ、風向き次第ですよそれは。で、さっきのねケーズ電機とかの通りに戻ってきたんですが、この今左の方の車線はわりかしあれですね、トラクターとかなんかそういった大型の重機とか、あとはトラックですね、実際その運送屋とかのなんか場所なんですかね。この辺はあんまりここもまじまじと見たことはなくて、ただいつも通ってるだけなんでね、こんな風にこう皆さんに解説しながら走るとなんか新鮮ですよね。でガソリンスタンドはね僕いつもこのモダセルフでね入れてますね。うん、結構洗車機がねあったりとか、あと空気入れる機械とか無料で貸してくれたりするんで、タイヤ交換とかした際には行ったりしてます。でそのね、モダセルフの横にラーメンの山岡屋ですね。これはね結構ツイッターでお世話になっている、高木さんっていう方がよくこのラーメン屋山岡屋を気に入ってて、よくね来てるらしいですけども、僕あんまラーメン食べないからな、ちょっとその辺の話とかはできないんですけど、どうでしょうね、今度ね行ってみようかなラーメン屋って、
はい、そんなわけでね、なんか今回は特に話という話はなかったんですけども、そろそろ目的地に、ね、着いたんで、この辺でね終わろうかと思います。ちょっと今回はね、こんな感じでテスト的なまた動画でしたが、どうだったでしょうかね。手ブレの方とか、手ブレじゃなかった、車体のねこのブレとかの方はね、どうでしょう、どうだったでしょうかね。これでね問題なかったらそのまま使っていこうかと思うんですが、これもね家に戻ってから確認したいかと思います。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画が皆様の参考になれれば幸いです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。